ましょう。お疲れ様です。ありがとうございます。少ない。ありがとうございます。待ってくれてください。新しい T シャツだそうです。シュン小松大地学ぶ。ゼップ福岡のフロアです。キックイッチ。じゃあ本番もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。シャツやっぱさ、よかったうまいやいね。気持ちいい、気持ちいいね。いや、すげえよかったよありがとうございます。今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。遅刻しました。え、遅刻してないっすよ遅かった。ちょうどっすよ。やっぱみんなホームに来てくれて最高って。いや、おめえのホームだねえだ初めてだろ。まあ僕らは今年9回目のゼップなんで、もうちょっと格の違いを見せつけてやる。ゼップはるかじゃない。まあ僕はやっぱロビー風太くんに会いに来てるっていうところあるんで、はい、先輩なんで、はい、かっこいい先輩のかっこいい姿をずっと物証見に来ましたね。やっぱりゼップの弁当はうまいっすわ。まあ今年僕らゼップ9回目なんでね、相手になんないっすよ。あいつはなんか弁当うまいな、なんか食べてもまた食べたいよね。うん最後の話でやらしてもらったりするけど、目の前の人しか、こうやって現場にいる目の前にいる人しか大事に取れなくて、なんか言ってますね。あ、大事うまいなぁうまい考えて、じゃあ俺って何して。水うまいゼップの水うまそうだなまた出たいよね、うん、トライアングルがね、今年なくなっちゃったんで、それがめっちゃ残念やったから、そのタイミングで福岡来れたの嬉しいですね。最近アルバム出して、そっから1曲かそっからやるのも楽しみですね。前大阪でこのイベントやった時は鳥だったんで、誰か人のライブ見てやべえみたいななってたんですけど、今日は真ん中ら辺なんで、なんかぶちまけるだけみたいな。俺もロックスターなんで、カズマもロックスターだし、まあ何でも来いですよ。ロックしようぜ。1993なあなあ、見ました反省って書いてあるっす。あの一番好きな言葉僕が一番好きな言葉で刻んでます。え、テレビ来てんの。あ、今日テレビ。マジで。お母さん、お母さん見てる。君にはすべてをあげるよ。今のタイミングでさ、俺は大阪だから4日間ぐらいあったから、坂口帰ろうかな、他に帰りしちゃって帰って来ないでって思った。すげえ煙でな、土地のやっぱあるよな絶対。お疲れです。お疲れ。記録に取りますので、どちらのバンド見に来られたかお答えください。お客様が行ってない、お客様が行ってください。行っていこうぜ。たぎりすぎるなよ。始まるぜ。まあ、いつも通りやろう。はい、早くやりたいっすね。まあ自由な気はしますけど、一発目なら何でもやっていいよみたいな。よろしくお願いします。俺楽しみです。
大開放します。俺たちのこと初めて見る人どのぐらいいますか？いや、よろしくこれから。ウェイ。みんなライブハウスに来てくれてありがとうございます。ありがとう、本当に。93年生まれ、俺たちみんな同級生。歩いてきた道は違うんだけど、憧れ始まりは同じなんだよね。なんでもない俺たちでもなりたいものになってここに立ってる。今日はかましていくよ、俺たちイギマップ。最後までよろしく。やりたいことをやるためにやりたいことだけやってきた。なりたいものになろう、やりたいことをやろう。俺たちならやれる。リマインド。いっぱいあるけど、またライブハウス来いよ。また遊ぼうぜ。ブラスト。Say goodnight and goodbye。いや、最高っすね。気持ちいいっすね。出し切ったっすね。力みの鬼でしたね。まあね。なんかもう、そんなこと言ってらんねえみたいな感じになった。セーブとかじゃねえな、これ。何色の血だったお前は。黒、赤。いや、赤だったわ。あ、パソコンあるよ。あ、いらない。いらない。あ、ポッドキャン治る。めちゃ違う。めっちゃ違う。スネアやばいっすよ。違うっすよ、マジで。楽しかったっす。いいなぁ。ご案内の本日からありがとうございます。あ、なかなか無感動なので、あんまりね、ピンと来てないんですけど、とりあえず頑張ります。青年に流れ弾が刺さったが。
彼の名前は知らない、ひどいことが起こったぜ。先行心の選択を、最優先の脳状況を、誰も忘れたかのように走り回らないでくれ。愛する人へ連絡をしたい奴はいないのか。今ならキスやコブもない、命が隣にいるやつとか、やっぱやべえ時は助けてあげてほしいし俺もちょっと最近ちょっとしんどかったからあれなんですけど、やっぱねいいっすわ、隣にそいつと仲良くなくてもいいけどさ、いいな、しょうもない話できたりとか。俺はその友達からたくさんいろんなもんもらったり、経験もなんかさせていただいたから、まあ恩返しっていうか、そういう音楽ができるように余生を過ごしますわ。誰にも誰にも誰にもうなずかなくていい、誰にも誰にも誰にもうなずかなくて、今日良かったよ。めちゃくちゃ良かった。優しかった。俺ちょっと泣きそうになった。そうなんやな。なんか自分で照れちゃってたもんね。友達の話してる時。でもなんかもうそういうのが言えへんかったことを言えるようにやった気がするわ。絶対今カメラあるから言ってね。6年ぐらいずっとツンツンしてた人が今日唯一見せた照れですげえモテたと思う。6年分の破壊力がやばい。デレ。レブロンの50番を使ってます。使ってます。今日はフルタ君に髪型作ってもらいます。一番決まってるのは何ですか。一番決まってるとこ聞かれたからこれ。最悪バラバラに行きそう。エイセイエイセイ。じゃあ行きます。ただ僕は正体
実を知りたいんだ。ひくみに持つのは暗がりでも誰どこでも顔が見えるストーリーだけ後立てた罪にもなう。 We are big の夜明かりの先をのぞき込んでる明るい場所を探すことに不物でも苦労も意味がなくなっちまうぐらいの待ちすれまで自転車をこぐ大きな壁の坂道の。おい恥ずかしがってんじゃねえ、転ぶぐらいなんだよバカ野郎。どんな価値の固めたバリケードの心の奥底の。おいめちゃくちゃカッコつけて帰れ。Be no joke. Oh, 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 oh.気にならないぐらいもっとやらかして帰るわ。たったそれだけ。クソ思いっきり楽しんで帰れ。たったそれだけ。イエーイ。ライブ終わったらすぐ練習。そうですね。反省を。反省すぐ練習。明かりの先を覗き込んでる。明るい場所を探し望んでる。バスター拾って詰めてメゲも。意味がなくなっちまうくらいの明かりの先へたどり着いてた。
出てたバンド、ほんでこの後出てくるヒーローコンプレックスも友達で昔から一緒でいろんなことをしてきたし、いろんな時代を一緒に経てきた友達です。昔みたいにずっと一緒におるとか、毎回毎回同じライブハウスにおるわけじゃなくなってしまったけど、こうやってたまに会えた時に最近どうとかこういい報告をしたいし、してほしい、聞きたい、いいライブを見たいし、いいライブを見せたい、そう思う友達です。入れます。北九州市小倉ヒーローコンプレックス始めます。セフトが1993がイーキーマップがサウナのポエジーがアルキメラがハンバックがそしてラスト俺たちヒーローが来たぜ。ただでさえ大好きな奴らが福岡に来てくれたっていうだけで嬉しいのに、この最高な日にライブできて嬉しいです。あゆとかがさ、友達がいてほんとよかったみたいなこと言ってたけど、あいつあんなこと言うやつじゃなかったしね。なんか今日みんなねすげえ嬉しいんすよ。やっぱ今会うとみんな付き合いも長くなってきたから、どんどん昔話が裏でできるようになって、多分今日もすげえ最高の昔話として今後あいつらと俺ら話すんだろうなと思うんですよ。みんなにとってもその最高の昔話になればいいなと思いますよ。そういう思い出マジで今強くしてくれるんで、今日そんな日にして帰ります。ラストヒーローコンプレックス全員に応援歌歌って帰ります。I someday wanna be you, rock hero.
動かりよう大目が歌いに来たぜ巻き焼くばかりの時間の中でまた失敗をされては何もできないどんなことが待ってたって乗り越えていけ拳から全部生きてく意味など今は行きまーす。せーの、イエーイ。オーケーでーす。よろしくお願いします。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。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 おー！勝ちだから。あ、勝ちだから。何やったの？はい、じゃあ、アク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 アちょっと一回考えさせてもらっていいですか。ちょっと待って話長いぞ。長いよね。締めの言葉ってやっぱ一言だからやばい、もう考え始めたらもうやばい。できないんだったらあるじゃん、誰かが渡した方がいい。じゃあ一回やってみるわ。俺は、1994年生まれの3月なんですけどイベント台無しな。でもこうやって1993のみんなに混ぜてもらえて最高でした。ちょっとじゃあ2人目の指名の人をじゃあ探してきます。僕はここにはいない。こんにちは。絶対ヒーローだって。こんにちは。ナインサーバロー渡辺明です。1993のやつらはすげえ血の気も多くて、あいつらを言うこと聞かすのは大変だけど、今日までゼップまで来れました。次はまあまだ言えないけど、あそこでやろうかなと思ってます。新平閉めて。なんで俺今閉めていいんじゃん。よっしゃ。